しょ。朝か。暗すぎるやろ。うん、寒い。はい、皆さんおはようございます。ちょっと今日は川崎フロンターレ入れるくらい基礎はやめたろうかなって思ってて、まあ、川崎フロンターレの練習ってねよく見るんですけど、基礎とかね止めて蹴るだったりそういうメニューが多くて、やっぱ川崎フロンターレって選手全員があえて止めて蹴るができてるから、まあ、ああいうサッカー成り立ってるじゃないですか。だから今日はちょっと基礎やめる日にしようかなって思って、でまあそう止めてからねシュートだったり、まあ止めてからパスだったり、まあそういう部分にこだわって、でやっぱ止めて蹴るってまあ今もできて当たり前みたいになってるじゃないですか。その中で細かいことをこだわって、やっぱ世界とか見てたらね、もうデブライネとかお前トップレベルの選手たちってもう止めて蹴るがもうめちゃくちゃ上手いじゃないですか。僕はねまあそういうところがちょっと苦手だったりするんで、だからそういう部分をね鍛えたいなと思います。はい、じゃあそれで今日も一日やっていきたいなと思います。はい、じゃあ次はね歯磨き終わったんでうんこしたいなって思います。はい、じゃあそれではね次はプロテイン作っていきたいなと思います。そう、はい、じゃあそれでは振っていきたいと思います。練習の服装に着替えたいなと思います。わあ、おいおい、はい、じゃあそれじゃあね用意できたんで練習の方向かっていきたいなと思います。やべえ、信号が長すぎて遅刻しそう。はい、じゃあそれじゃあねグラウンド到着したんで早速向かってきたいなと思います。珍しく間に合ってるやん。そろそろ。どうしたん？え、やっぱ気合、ここ開けて気合入るやん。うん、気合入れてる、うん、はい、こちらがね本日の朝飯ですね。はい、じゃあそれでは食べていきたいと思います。いただきます。気持ちいい。そうだ、気持ちいい。感じる？感じるわ。気持ち悪い。これ誰のマッサージ？え、チャラジュに。チャラジュ。弱い。これ見返してハンデやから。ダメ。え、ゲンさんがいらっしゃるの？ゲンさんダメっす。ダメなの？お前中村に襲われてる。あいつ、次18万ぐらい買ってますよ。マジで？8プロや。そっち本職っていう。帰ってきて真下に落ちる可能性とかあるから。こいつガチです。最後見ない。最初はグー、じゃんけんほい。はい、こいしょ、はい、こいしょ、よいしょ、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 おっと、当てろ。はい、やっぱ違う。でも、ハーティングが出てあげろ。中村あざす。いや、分かってたで、ね、俺けど、お前が最下位になるってことは、途中から。I used to back then. I remember that I was drunk out of my mind.
はい、じゃあちょっとね、今練習から帰ってきて、まあお風呂とか入ってちょっとだけね寝ようかなって思うんですけど、ちょっとその前にまあこれある商品届いたんで、これちょっと開けていきたいなって思います。マジでこれすごくて、マッサージガン、あのこうやって自分の体に合ってるやつはこれで、まあ、持ってて、普段からまあいつもよく使ってくるじゃないですか僕が、まあ、試合の合間とか試合前とかにこうやってバーってやって疲労取って、で、まあ、疲労が溜まったりしたらほんまにこれでね取れるんで、ちょっとこれ使ってみたかったんが、これとかさ、あの寝るときにあのめっちゃ気持ちいいやけど、こうやってなんかブワーって当てながら寝ないとダメなんで、なんか寝ようって思ってもね、あのこうやって目つぶってこうやって自分で当てとかないといけないんで、なんか動かないといけないですよね。だからけど今回のこれやったらこうやってもう何もせんでも動いてくれるから、ほらこれで寝ながら疲れ取れる、めっちゃ気持ちいい。はい、じゃあちょっとね今眠りから目覚めたんですけど、マジでこれいいっすね。マジで気持ちいいし、こうやってねなんか商品とかほんまに悪いと思ったもん宣伝しないんで、で悪いことやったら僕絶対悪いって言うんで、それ良くなかったって言うんで、でね、まあこれ欲しい人とかは僕の概要欄にクーポンコードみたいな商品のページ貼ってるんで、まあそこから飛んだら買えると思うんで、ぜひ気になるかあったら買ってみてください。はい、それじゃあねお腹空いたんで昼ご飯作っていきたいなと思います。はい、完成しました。それでね食べてきたいと思います。はい、こちらがね本日の昼飯ですね。完璧。はい、それじゃあね今ご飯食べ終わったんでニブレンの方に向かってきたなと思います。はい、それじゃあね今早速グラウンド着いたんでちょっとトレーニングしていこうって思うんですけど、やっぱ川崎フロンターレって言ったら家永選手が僕好きなんですけど、ちょっと家永選手のねあのフィジカルとか腕の強さとかやっぱちょっとそういう部分を手に入れたいなって思うんで、そういった感じでね家永選手がやってそうなメニューとか、まあ、家永選手がね実際にやっているようなメニューをね中心にやっていきたいなって思います。やっぱはい、じゃあちょっとね今トレーニング終わったんですけど、ちょっとね脱毛の方にね時間が結構ギリギリなんで、まあ急いで帰って用意して、まあ、すぐ出ようかなって思います。はい、じゃあそれでは帰ってきたなって思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ナンバーです。
はい、それじゃあね、今梅田着いたんで早速向かってきたいなと思います。あの脱毛とかヘッドスパとかやらせてもらうところはここです。梅田にある、また概要欄にね詳しい情報とか貼るんですけど、なんて言うんですか、メンテ、まあ、梅田にある茅町にあるところなんですけど、早速行っていこうか。じゃあはい、上下水適量の水シャワー、はい、まあ普通のシャワーと、あと上にあの水シャワー専用のシャワーも用意してます。これが15度に設定して、一定に15度でいうように特別に機械を入れます。はい、もう後ろ、うわすげえ、結構ここまでブラッドに行くので、あとですね、ちょっと情報量多くなってしまうんですけど、音楽が聴けるんです。はい、え、音楽ですか。はい、は音楽聴かれますか。サウナ中は聞いたことないですね。サウナ、この辺はと、あとまあサウナの中で聴けるんですけど。え、そうなんですか。はい、好きな音楽かけるんですか。はい、かけるんです。やばない普通になんか俺サウナ好きやけど最近行ってなかった理由ってさ、コロナ怖いからやん。ちょっとあんな密室コロナ怖いけど、こうやったら発達したりになるし。おやすみ、あと10分後くらいにまた来て。死にそうになってた。気持ちいい。じゃあ次はちょっと、抗体浴、サウナ入った後はすぐこうやって水とか浴びるのが大事みたいなんで、ちょっと浴びていきたいなと思います。冷たっ。完璧。つかめたらそれを1回止めて1週間に1回終了。おやすみ。整いました。めちゃめちゃ整いました。やばい。よくない。水シャワーも、はい、結構冷たかったです。あ、冷たかったっすけど楽しかった。あ、よかった。いや楽しめる普通に。はい、あ、そうなの。はい、めっちゃ気持ちいいです。寝そうっす。見てくださいね。なんか今塗ってるんですか。今クリーム塗ってます。いい、はい、脱毛の。あ、はい、分かりました。それぞれあのメニューのことに分かれてます。そうなんですか。はい、はい、じゃあ次鼻の下行っていきます。はい、はい、ここが痛いねんな、マジ普通の脱毛やったら。ここが少し痛いかもしれない。行きますね。マジで全く痛くない。こんなちゃうもんなんすね。ほんまに痛くない。 ありがとうございます。はい、真ん中行っていきます。これからね、通いまくりたいと思います。はい、それじゃあね、今メンテナンスしたんで帰ってきたなと思います。ちなみにね、メンテの、情報とかね全部概要欄に貼ってあるんで、ほんまにおすすめなんで、マジで僕がおすすめするのは嘘なしでおすすめするんで、ちょっと何言ってるか分からんかった。ほんまに良くないものとかね、僕絶対 YouTube でおすすめとか言わないんで、はい、もうそれは信じてもらえたらなと思います。だから気になる方はね、インスタとか公式 LINE とホームページも貼ってあるんで、そちらの方見てもらったらなと思います。はい、じゃあそれでは帰ってきたなと思います。ちょっと帰り道にカモ発見したんで、スパイクとかいろいろ見に行きたいなってます。また新しいスパイク増えてる。この X フライプロって結構出してから時間経ってるけど、もう値下げ宣伝売れるから値段下がれへんだし、マジで止まるわ。ドーピングや。こんなん技術なくてもボール止まるやん。トラップ苦手な方おすすめ。はい、こちらがね本日の晩飯ですね。見上げて。はい、それでは食べていきたいと思います。いただきます。はい、それじゃあね、今帰ってきたんですけど、僕がちょっと今日ね10時超えたんですけど、22歳になったってことで、友達が祝いに来てくれました。シャンパン、これおお。最悪最悪。
バイ。ちょっと僕が来年はもう自分への誕生日プレゼントとしてチャンネル登録10万人増えるように頑張るので頑張っていきたいなって思います。